ノーマン・プリチャード・ノーマン・イルバート・プリチャードはインドの陸上競技選手。プリチャードはカルカッタの出身でイギリス人の血を引いており、オリンピック後の1905年にはイギリスに移住した。プリチャードはオリンピックに参加した最初のインド人である。さらにオリンピックで最初にメダルを獲得したインド人であり、アジア人である。彼は1900年パリオリンピックの200メートルで、 アメリカのウォルター・テュークスベリーに次いで2位となる。さらに200メートルハードルでも有名なアルビン、クレンツレーンに次いで2位となり、2個の銀メダルを獲得した。200メートルハードルでは予選で26.8秒の世界新記録を樹立し、クレンツレーンよりも良いタイムで決勝に進出したが、決勝ではクレンツレーンが25秒4をマークし、プリチャードの記録は破られ、銀メダルに終わる。 彼は他にも110メートルハードルに出場し、決勝に進出するが途中棄権している。さらに60メートルと100メートルでは予選落ちという結果に終わっている。2005年に国際陸連が発表した2004年、アテネオリンピックの記録において、プリチャードはイギリスから出場したことになっていた。オリンピックの研究者が調査したところによると、プリチャードは1900年のイギリスの競技会の 結果によってオリンピックに選ばれていたのである。しかし国際オリンピック委員会は現在でもプリチャードはインド代表であるとの立場を取っている。プリチャードは1905年にイギリスに移住した後アメリカに移りサイレント映画の役者となった。ありがとうございます。